はい、どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回ですね、あのババキンにヒーラーを14体つけてくださいというですね、要望がありましたので、今回はそれを実践していきたいと思います。さあ早速やっていきましょう。じゃあここをちょっと攻めていきたいと思うんですけども、ちょ待ってください。普通に考えてこれ無理ですよね。これ対空砲2個3個あって、まあ、無理ですけどもやっていきたいと思います。いやまずね、これマジむずいっすよこれ。しかも呪文はちょっとライトニングを3個という非常に厳しいですね、これ。やってきたと思います。これサイドカットもなしに、無理っすよ。いきます。ちょっと1体出そうかな。1体出してもバチは当たんないだろう。これサイドカット無理やん。ちょ、2体ぐらい。いや、無理やん。無理やん、これ。これサイドカットが必要だよ、普通に。普通にちょ待って、これは無理ゲーね。もう発動したい。もうやっていくそうだもん、こんな。これはちょっとサイドカットしないと。ああ、やられていく。もうちょっとね、こうバブリアも一緒に回復しちゃうっていう戦法でいこうかなと思います。そうですね。ちょっと、あ、でもここでやっと大工の声がやっとこうサイドカットがしないっていうか、その、厳しくなくなりますね。よし、もうバブリア、やばい。もう、もうゾンビに使う、ゾンビに使う。もう全部もうハーレム状態にしてるもんな。よし、いいぞ。バブリア死んだ。バブリア死んだな。バブリア1人やん。1人やん、やさ。じゃあ、おい、待って、これ。映んないか、これ。ちょっと、いや、非常にこれすごいさ、めっちゃ楽しそう。おい、ちょっと待って、バーバリアやめろ。ババキンが見てるぞ、こいつ。やばいぞ。ババキン当たったら終わりだぞ、お前。結構いけるぞ、割と。やばい。あ、4は飛んでした。よし、戦い。おい、最強だ。やばい、対空砲。対空砲の位置が。これはきついぞ。よし、戦ってます。これ男と対決ですね、これ。はい、いい勝利。やばい、ヒーラー10、マジったぐらいかな、今。大勝利。ですけれども、バーバリア死んでしまいましたね。もう、ちょっと頑張れ。お前には、この、女神たちがついてる。ちょっと、普通に考えて。いいぞ。だから、いや、回復なんて怖くない。数がいる。ババキン安心しろ。お前の後ろにはたくさん人が。あ、やばい。これは回復力とかではなく、時間の問題だ、これは。俺らで通っていい。頑張れ。頑張れんだ、ババキン。あ、待って、ちょっと、体力が減り始めてきた。よし、いいぞ。いえ、よしです。これで、やばい。体力がどんどん一方的に減っていくわけだ。これは時間切れだ。これは時間切れだ。最後に、そこやってもね。これはきつかった。これはね、きつかったっすね。やっぱり無理ありましたね。はい。やっぱその、こっちから出して、いや、ワンチャンね、やっぱこっちから出すべきでしたね。ここら辺から。やっぱこう、こうやるんだったら、やっぱアーチャーを20体ぐらい欲しいっすね。で、サイドカットしてから、中に入るみたいな感じが良かったかもしれないですね。まあでも今回、このね、ババキン先輩が頑張ってくれたということで、あっぱれということで。ご視聴ありがとうございました。そしてリクエストしてくれた方ありがとうございました。またどんどん要望待ってます。ではさようなら。ご視聴ありがとうございました。